これで今からやるのがフライフィッシングですか。ラインの重さになります。少しお待ちください。はい。ラインの重さで、そのオレンジの重さで、なるほど。なるほど。はい。今先っぽつけないんで、糸だけで投げるんですね。はい。これルアーなんですか。疑似餌ですね。疑似餌。ドライフライ、あ、フライですね。フライ。フライっていうんですか。はい、なるほど。これをじゃあ先端につけて、そうですね、やっていくと。ラインの重さで、これ自体はすごく軽いんですよ、ね。じゃあ、非常に軽いんで。あ、本当だ。はい。重りがつくともっとバーっていっちゃうんですね。え？重りがつくと。重りはつけないです。重りはつけないんですか。はい。このラインの長さで、あ、ラインの重さで飛ばすのがフライなんです。なんか自分の耳とかつっちゃいそうですね。はい。自分の耳とかつっちゃいそう。フライいいですか。はい、はい、これはどうしたらいいんでしょう。これは、はい、これを巻いて、巻いてゆっくりゆっくり、どっち側ですか。時計、時計回り、はい、はい、あら、なんかもうかかってる。もうかかってる。おお、重たおお、俺が釣ったんじゃない。俺が釣りました。俺が釣りました。やらせ感半端ねえ。これ何？鯉ですね。これ鯉ですか？見えない。船っぽい。船。あ、船っぽいですね。船っぽいな。ひげがないですね。ひげが。船です。船。なんかアイロンっぽいようななんか。これをどうしましょう。とりあえず僕が取ればいいですね。はい、針がいっぱいあるのについてるんで。それは何釣りっていうんですか。その今これはあの吸い込みのぶっ込み釣りっていうんですけど、吸い込みのぶっ込み釣り、はい、まあ、このぐらいのでも大きさのものが釣れると釣ってる感じしますね。これだとやっぱ引きがあっていいですよね。で、あ、引っかかると鈴が鳴るんですね。鈴が鳴るように鈴をセットする。はい、やってみます。お願いします。はい、これだいぶ臭いですけど、はい、大丈夫です、はい、まあ、この辺は、はい、リールはこれ立てとくのが正常なんですね。そうですね、本当の投げ方は違うんですけど、はい、どうしても上とかが気になっちゃうんで、あの木に引っかかっちゃうといけないんで、手で投げたいと思います。はい、右利きです。右の方がいいですね。あ、こいつ自体はぶん投げるんですか。あ、こいつをぶん投げます。こいつ。わかりました。あ、ちょっと待ってください。下からの下投げでいいですかね。はい、もう遠くへ。はい、投げます。よっと。はい、こんな感じで。で、沈めてもらって、はい、あとは待つだけです。はい。まあ、あとは。鳴ったら引っ張るだけ。ぐいぐい引っ張るんで。持ってかれないんですかこれ。本当はちゃんとやってたんですけど。なるほど。はい。まあ、泳がせると魚みたいに。おお、オッケー。なんかこれ投げて、はい、巻くとこういう感じ。ああ、なるほど。これで魚を誘う。ちょっと泳いでる感じで。はい、そもそも鯉ってそんなでかいの食うんですか。鯉はこういう生きた餌は多分食べないと思うんで、草食なんで、はい、こういうルアーっていうのを使うのはああいう
ブラックバスとか、肉食系の魚に使ったやつ。なるほど。11時のあたりで手を止める。手を離す。離す。ここの糸を持って離す。はい、と、ルアーが飛んでくるんですけど。はい。じゃあ、やってみましょう。いや、来てるね。ちょっと待って、セットアップが。ちょっと待って、止めて、社長一回止めて。大きい、でかい、確かに。はい、というわけで肝心の場所が取れてなかったんだけど、大物がね2匹取れております。こいつをねこれからこの池にリリースします。よっと、あれなんか浅いな、浅いな。この板を設置して、それでしばらくしたらね池の傘上がってくると思うんで、ちょっとアップアップしてるけど、ちっこいやつはそこにいるんだけど、そこにねいるんだけれども、まあなんとかギリギリね傘あるね。小型の何か、これ一番最初の人に釣れたね。うわー釣れない、かわいそうなことあ、大丈夫です、このままね。ごめんよ。3匹目、ちっこいの3匹目、はい、小型魚4匹目、それもまた同じやつかな。おいかわ、これ食えるんですか。食えないことない食えないことはないはい、そんなわけでね、これからまたちょっと別のポイントにね移動していきたいと思います。今ねここ滝があると思うんですけど、ここの上にゲートがあって、そのゲートの上側が多分ね少し流れがあると思うんで、ちょっとこっち側にね移動してみようかなというふうに思います。はい、とその前に小魚ちゃんたちをリリースしていきます。はい、そんなわけで次はね、ここ駐車場のところから、ここのちょっと幅の広い川でね、試していきたいなというふうに思います。はい、ここはルアー釣りでよろしいんでしょうか。そうですね、はい、ちょっと乗せてください。行きます。こういう感じ。あ、いいですね、こういう感じで、はい、基本ブラックバス狙うのは釣りは、はい、障害物に対してこう濁ってくるんですけど、なるほど、投げるんだったらこういう感じに投げてください。どっちがあれ、なんでとりあえず前に投げましょう。わかりました。あんまり真ん中にはいないってことですか。いないこともないです。いないこともないですけど、濁ってたりするとこういう障害物の、おぉ、で、戻してもらって、はい、で、顔は完全に、はい、それでは最終ポイントでやっていきたいなというふうに思います。ここね、一応橋がありますんで、
ここからね投げていきます。こっちですか、 こっちですかねこっち、はい、あれ木に引っかかったらまずいんじゃないですか。でも、まあ、じゃあ こっちですよね。じゃあ、そこ、はい、そこですか。いきなりだよ。あ、でもなんかこれはまだ待って、あ、ちょっとまずいかな、ちょっと待って、これでいいですか。おお、戻ってきた。はい、はい、リベンジ、リベンジ、ここでリセットでございます。そうですよ。ほう、壁に当たっちゃった。あーららら、あの辺さっきからすごいなんかドボドボいってますね。ちょっとあっち投げてみますか。じゃあなんかこれが釣りって感じがする。これが釣りって感じがする。なんか間違って自分も飛んでっちゃいそう。竿と一緒に。大丈夫、大丈夫。もうかっこいいっすよ。ええ。もう一発の釣り人っす。バサリ、バサリ。いい。もう一発のアングラス。今のかっこよかった。かっこよかったっす。今使った方がいいっす。はい、そんなわけでただいまの時刻12時10分ということで、今日の釣りはね、ここで一旦終了というふうにしたいと思います。残念ながらね、最後ブラックバスは釣ることはできなかったんですけれども、ヘラブナかな、下の池というか、まあ、滝壺的な場所でね、大きいやつが2匹と小さいやつが4匹無事にねこの池に放流することができました。はい、またね今後道具沼にはまるかどうかはまだ分かりませんが、博多さんが釣り竿をね、恵んでいただきましたので、こちらのね釣り竿を使ってまたねコツコツと釣り試していきたいなと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録がまだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、そのからで通知設定もにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。じゃあ、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。